有名司会シリーズは、津元大水による日本の小説のシリーズ。修営者及び、畜麻書房より刊行されている。猿渡りという男を語り手とした短編の連作。ホラーともミステリーともつかぬ、不可思議なストーリー。主人公、猿渡りのひょうひょうとした語り口が特徴である。各短編は、時系列準備は収録されておらず、猫の目時計巻末の年表で正確な時系列を、 確認することができる。2012年刊行の第3巻、猫の目時計で完結とされていたが、2019年11月、著者の開校する文章講座の導入しエビス・ラビリンスに新作短編、エルビスさんの帽子が寄稿された。以下を参照。ちくま文庫、ピカルディのバラ、つちくま文庫、ピカルディのバラ、 バツ、著者ツイッターアカウント2018年9月12日、投稿。2019年12月1日閲覧。単行本、足焼けの崩壊、バツ。ちくま文庫、ピカルディのバラ、バツ。多目的掲示板2012年6月15日、投稿。2019年12月6日閲覧。ちくま文庫、足焼けの崩壊、バツ。ありがとうございます。